はい、今回はプラチナ帯で99連勝を達成した今最も強いと言われている戦闘機の最終構築、そして今環境の中で一番強いと言われている戦闘機の最新型の構築、めちゃくちゃ強い構築、皆さんお待たせしました。じゃあ戦闘機の構築ね、2週間ぶりぐらいになったんですが、新環境の最強構築をね今回ご紹介していくんですが、目ん玉飛び出るぐらい強いです。さあまずロゼを特殊召喚して、さあリンク召喚でここでねいつものごとく、雫をね持ってくるんですが、遊戯王にはね強欲な壺という禁止カードがあるんですが、強欲な壺よりも強いねエンゲージをサーチチングしていくと。で対戦相手の方の構築がなんか DD の構築、まあ DDD の構築で、まあ地獄門の契約書の効果によって DD モンスターをサーチ。おさかしいな。マシン王の契約書で、これ DD の構築っていうのは融合召喚をね多用して、まあ、展開してくる構築なんですが、まああの一言で言うと小さかしいね。一言でまあ全部端的に分かりやすく言うと、どういうデッキなのかっていうと、小賢しい。小賢しいです。はい。まあこの増殖ずり G を打つことによって大量のドロー操作を狙っていくんですが、まあ相手も展開してこのターンに決めに行くというね、感じでめちゃくちゃ展開してくるんですが、じゃ融合召喚、テムジン。このね、テムジンとかいうね、小賢しいカードが、DD モンスターがね、召喚とか特殊召喚された時に、墓地から DD モンスターを蘇生するというね、天空の城ラピュタのパズーのおへそみたいな、プレイングをしてくるんですよ。ちょ、小賢しいね。で、ここでね、ナウトハウリングとかいうね、蛇を出してくるんですが、今は蛇年じゃないやろっていうね。蛇の効果で、墓地からまたね、DD カードを蘇生。で、DD がね、めちゃ出てくるの。これ、蘇生効果が小賢しいね。で、バフォメットの効果によって、で、バフォメットがね、レベルを変更することができるっていうね、シンクロ、なんか、シンクロン系みたいな、能力を使ってきて、非常にね、はなはだ小賢しくて、悠長なプレイしてくるんですが、さあ、ここでね、シンクロ召喚。小賢しいな。で、ここでね、アレクサンダーっていうカードが出るんですが、これ DDD の構築の UR カードで、このカードね、DDD モンスターが3体以上存在すると、攻撃力を3000ポイントアップして、レベル10の6000の打点をね、繋げることができて、さらにね、自分の、DD モンスターが召喚とか特殊召喚されると、自分の墓地のね、DD モンスターを特殊召喚するということで、小賢しいことばっかりすんなよと。小賢しいことしてくるんですが、さあこれテムジンの効果によってさらに蘇生効果をね持ってきてバフォメットを蘇生していくと、さあここでね、さらに蘇生効果、もう蘇生ばっかしてくるんよ。小賢しいでしょ。でこれリンク召喚してくるんですが、これも小賢しいね。ビルガメスとかいうね、なんかギルガメッシュみたいな、なんか英雄カードが出てくるんですが、このカードも小賢しくて、まあこの破壊とかね、相手の攻撃によって破壊されることによって DD モンスターをねエクストラデッキから特殊召喚するという2文字が書かれているんですが、このねリンク2のカードのくせにエクストラデッキから召喚、小賢しいなぁ。小賢しいことをしてくるんですが、さあ、ビルガメスの効果によって、これね、ペンデロンスケールをね、なんか、並べることができて、で、このね、カオスアポカリプスっていうカードも結構小賢しくて、ペンデルム、自分の墓地の DD モンスターをね、2体除外することによって、ペンデルムゾーンのこのカードを特殊召喚するというね、3文字が展開されるんですが、これも小賢しいよね。まあ、2700の打点。で、このターンで相手は決めるというコンタンを見てくるんですが、もちろん戦闘機はこの程度で倒れないんですよね。戦闘機の強いところっていうのは、この墓地のレイ効果。そして、レイをリンク召喚。で、レイはね、相手ターンでも発動できるので、レイの効果によって、カイナをね、特殊召喚。で、カイナ6000打点を止めていく。さあ、リーサルなんで、そんな簡単にはさせないですよ。まあ、上級者の戦闘機の構築はここでは倒れないと。で、ここでメインフェーズ2でエンドフェーズを転落するんですが、さあ、こっからですね、今回ね、最強の動きを見せてみます。ナリキンゴブリンが3枚は小賢しいな。さあ、ナリキンゴブリンの効果によって、まずはドローしていくと。さあ、テラフォーミングの効果によって、フィールド魔法をサーチング。そして、エリアゼロを持っていくんですが、もうこれだけ手札あればね、もう完全に制圧できるんですが、さあ、レイをね、サーチング増援でしながら、そして、エンゲージをね、発動し、マルチロールをね、サーチング。そして、増殖する G をドロー。そして、マルチロールを発動し、ここでね、ウィドウアンカーで6000の、アレクサンダーを奪っていく。そしてパンクラトプスを奪っていくんですが、まあ、今回ですね、このエフェクトベイラーからアクセスコード投下につなげるっていうのは確かにいいんですけども、今のね、この上級者の構築の中に、まあ、リンクのカードに、
今までだとリンクリボを入れるっていうのがあったんですけども、まあ、もう一つねそのパターンとして、サクリファイスアニマというカードがね、あるんですが、そのカードを今回採用してるね、戦闘機が流行ってるということで、まあ、戦闘機のランカ特に上級者の間の中でめちゃくちゃ流行っていて、まあ、UR カードにはなるんやけども、まあ、一つの展開例としてねこの動画、見てもらったらいいと思うんですが、これサクリファイスアニマの効果は結構面白くて、まあ、これ状況にもよるんですけども、これを持ってるだけでね、なんかそのピンチな局面を返したりできるんよ。で、サクリファイスアニマはそのリンク先のモンスターのね、コントロールを奪うことができるんよ。で、その攻撃力すらも吸収することができるということで、その戦闘機の構築ってあまりサクリファイスアニマとか、まあ、そもそも見ないから、まあ、こういうなんやろ、その、この、なんやその、特定の場所に出した時に、このサクリファイスアニマで吸収されるっていうのが、相手のこの計算が狂ってしまうんよね。で、これがま、従来と違うところで、かなりね、面白いところなんですが、さ、奪っていくと。さあ、ここでね、エリアゼロ効果によってさらに発動していくんですが、まあ、戦闘機はね、やっぱこの展開が本当に強いね。横の展開力が、まあ、次元が違うからね。さあ、マルチロールを発動し、エリアゼロ効果によって、レイを特殊召喚。そして、こっからもガンガン殴っていくんですが、やっぱ戦闘機のいいところ、ロゼが墓地に送られている状態で、このエクストラデッキのカードが破壊されたりすると、ロゼは墓地から特殊召喚されたりするからね。さあ、邪魔なビルガメスは消えてもらうんですが、ただビルガメスがね、これね、エクストラデッキから、ね、DD カード特殊召喚っていうね、能力を持ってて、これちょっと小賢しいんですが、さあ、ここでね、ロゼも特殊召喚していくと。でね、ダイナレスラー、ファンクラトプスのいいところっていうのを今回紹介するんですが、ダイナレスラーのいいところは、ダイナレスラー攻撃した後に効果を発動すると、攻撃で殴ってるにもかかわらず、そのリリースすることで、ね、さらにアドを取って、盤面をね、開けながら殴っていくっていう、この力強さが非常に強いよね。いや、リンク1のカードで、こう2700でね、奪いながら攻撃するってなかなか強いですからね。まあ、戦闘機のこのね、展開力、特にロゼとかレイとか、この、まあ、その先相手のね、行動に対してのこのカイナの展開であったり、それから相手のカードを破壊してロゼを特殊召喚にすることによって、これ3000打点をね、1500-1500のレイとロゼのパンチを殴っていく。非常に強いよね。うん、で、ここで対戦相手の方はリタイアしたと。まあ、この耐久力と火力の面で史上最高峰の構築です。さあ、2戦目ね、やっていきたいなと思うんですけども、まずは最強カード、ナリキンゴブリンによってワンドローしながら、増援の効果によって最強カード、戦闘機レイをサーチング。そしていつものごとくレイをね、リンク召喚で雫を展開していくんですが、まあ、雫を展開することによって、遊戯王の禁止カード、強欲なつぼよりも強いね、最強カード、エンゲージをサーチングしていくと。まあ、無限包容と、それから墓穴、そしてね、ウィドアンカも捨ててるので、かなりね、強いムーブをできてるんですが、さ、小賢しいなぁ。でね、これね、毎回なんやけど、これね、増殖する G に対して、この、何、墓の指名者とかいうさ、小賢しいカード入れるのやめてくれへんから、じゃ、墓穴の指名者使うのやめてくれって感じなんですが、墓穴の指名者とかいうね、超禁止カードを使ってきて、まあ、増殖の効果無効にされると、やっぱね、この、対戦相手の方の構築がオノマトピックを使ってきたということで、まあ、ホープの構築だよね。で、ホープの構築ってめちゃくちゃ展開して特殊召喚をしてくるから、増殖する G なんかがすごい、まあ、痛い動きで、墓穴なかったらかなり相手厳しかったなって感じはするんですが、さあ、ここで平らの展開をね、許してしまうことになるんですが、さあ、ここでね、オノマトピックの効果によって、オノマトペアをサーチング、そしてオノマトペアの効果によって、ズババガガガドドドボボ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 ボをね、加えていくんですが、さあ、ドンパッチかよ、お前。ドンパッチか？うん。ところてんの好きみたいなプレイングしてくるんですが、さあ、オノマトピアね、召喚して、で、ズババランチをね、展開してくるんですが、まあ、こういうホープの構築に関しては、希望をオノマトピア、これをね、無効化していくのがかなり効き目があると思うので、まずはこいつをね、無限包容という最強のカードによって電気ショックを上げていくと。俺様は電気うなぎだぜみたいな。これ無効にしていくんですが、さ、もちろんここでね、相手はエクシズ召喚。さ、ここで親の顔より見た、ホープをね、展開してくるんですが、ホープというか、ゼアルサーバス、ホープセージやね。で、ここでね、墓穴の指名者を使ったんですが、この時点で自分の墓地のね、マジックカードが2枚だったので、墓穴を先打つことには3枚にすると。で、3枚になるということは、ウィドアンカーがコントロールを奪えるようになるので、そこをね、しっかり意識していくと。で、このゼアルサーバスね、ホープセージも、このね、エクシズ素材を取り除くことによって、またね、モンスターを特殊召喚してくるという小賢しい能力あるから、これもしっかりと無効化しながら奪っていく。奪うことによって、このカードをね、なんか使って展開させないっていうことで、
相手はゴールターンを終了するしかないわけですよね。いや、非常に強いね。効果を無効にしながら奪うというこの2文字が強いね。小賢しいな。小賢しいね。さあ、最強。いや、遊戯王には、強欲な壺という禁止カードがあるんですけども、エンゲージは強欲な壺の上位互換やからね。だから禁止カード使ってんのと一緒なよ、戦闘機って。うん。最強よ。自分が好きなカードを好きなカード選んでドロ、ね、引いて。で、しかもワンドローできるって強すぎるからね。うん。さあ、ここでマルチロールを発動しながら、さあ、もうこの少ない手札から一気に展開できる。それが戦闘機の強みを。さあ、エンゲージを発動しながら、ウィドーアンカーというね、最強の奪うカード。で、ウィドーアンカーも毎回言ってるけども、遊戯王に心変わりっていうね、誰でも知ってる禁止カードがあるわけじゃないですか。あのカードってモンスターのね、コントロールを奪うという効果なんですよ。でも、ウィドーアンカーは速攻魔法やから、相手のターンでもね、コントロール奪えるし、なんなら相手の効果まで無効にしちゃうからね。だから、心変わりが禁止代わりなのに、禁止カードなのに、心変わりの上位互換、完全なる上位互換、もう心変わりの完全なる上位互換の移動アンカーがね、今回簡単に使えちゃうということで、これやばいよね。で、しかもそれがね、このマルチロール効果によって、どん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 こう複製で何回も何回も使えるっていうのが、マジで小賢しいんよ。さあ、ここでね、相手のカードを奪いながら1500と2000ダメージを与えていく。さあ、ここでメインフィーズ2で重要になってくるのが、相手のカードがターン終了時に戻ってしまうので、ジークに変換するっていうことをしっかりとね、することによって、このね、相手のターンに戻るという能力をしっかりね、打ち消していくと。さあ、ここでね、ジークをリンク召喚。まあ、ここの動きに関しては結構テンプレなんですが、さあ、かがりを展開しながら、ここでエンゲージを回収するんかな。さあ、エンゲージを回収。これなんよ。戦闘機ってなんで強いかっていうと、この少ない手札からどんどん相手を奪いながら展開してきて、どんどんこうマウントを取っていく。これが戦闘機の強さなのが、皆さんね、やっぱ戦闘機ってなんかこう難しいとかね、いろいろこう思う人いると思うんですけど、めちゃくちゃ強いんですよ、戦闘機って。マジで強い。で、これね、何が強いかっていうと、このね、自分のターン終了にマルチロール効果が発動するんですが、まあ、マルチロールがね、非常にまあ壊れてるカードなんですが、さあ見てください。まずはウィドウアンか、心変わりの上位か。さあ、これさ、禁止カード2枚をセッティングしてると同じですからね。まあ、しかもこの、ウィドウアンカに関しては相手のターンに発動できるので、もう最強の布陣ですよね。モンスター効果を無効にしたりね、モンスター効果を無効にする奪いとか、それからエンゲージのこの強欲な差を伏せられる。さらに、これ、雫の効果によって、さらにね、後続に続く、アフターバーナーをサーチングすることによって、相手の次の動きすらもう完封していくと。もうこれだけの妨害カードが構えられていると、しかもエフェクトベーラーもあるからね、こんだけ妨害構えられると、いかなる、構築もね、対応できないよね。で、これ、アストラルクリボーがエクサダイキ見せることによって、特殊召喚しながら、レベルをね、その見せたカード同じになるんですが、もう小賢しいことばっかりしてくるやん。しいな。まあ、どんだけ展開しようが、無効にします。はい。まあ、これもね、なんかダブルアップチャンスを加えて、なんかパチンコしに行くんですが、パチンコはさせません。はい。海辺で一緒に私と朝日狩り、日を日狩りのアサリを取ろうぜ。はい。ここでね、ハイパーランクマジックを使ってきて、これちょっと小賢しいね。うん、で、ここでまあ、ホープドラグナーというね、ダンクブルドーザーみたいなね、ジョセフ・ジョースターみたいなカードが出てくるんですが、まあ、このカードもね、モンスターの効果さえ無効にしてしまえば関係ないんですよ。移動、移動アンカーでホープドラグナーの効果を無効にしながら奪っていく。はい、これで、マジで戦闘機は強すぎる。マジでこのね、少ないハンドから巻き返していくって、このコンセプトめちゃくちゃ楽しいですね。さあ、3戦目ね、やっていきたいなと思うんですけども、対戦相手の方が、今流行っているね、転移の構築ということで、まあ、バロネスを展開してくるんですが、さ、破壊の指名者2戦目やってきたね。小賢しいな。こっちにはね、春、屋敷わらしがあるので、完全に無効してきます。まあ、こういうね、やっぱその、破壊の指名者に対してね、この、屋敷わらしめちゃくちゃ強いですよね。破壊で止めるのに、それが止められるっていうこの二重の靴。これは拷問に近いですよ。さあ、ここでね、シンクロ召喚していくんですが、さあ、小賢しいな、いきなり。うん。で、ここでまあ、バロネスを展開してくるんですが、小賢しいことしてくんな。で、バロネスが、まあ、単一でね、相手のカードを破壊するとか、まあ、マジック、トラップ、モンスター効果を無効にするとか、いろいろあるんですが、さあ、ここでね、ドローフェーズでドローしていくと。まずはテラフォーミングの効果によって、エリアゼロを加えていくと。で、このエリアゼロを発動するタイミングで、バロネスが効果を発動してくるんですが、小賢しいな。うん。
まあでもこれ1枚何でも無効にできるというこの汎用性の高さはめちゃくちゃ強いですよね。でまあ皆さんにはですねこのバロネスを突破する方法をね考えてほしいんですが、この手札からバロネスをね、破壊するには3000を超える必要性があるんですよ。まあもちろん打点で超えることはできないので、しかもね、霊しかいないのでこれでどうやって超えていくのかっていうところなんですが、まずは霊を召喚して、でここでね、リンク召喚します。はい、これでまあ一応マルチロール効果も発動しているんですが、ね、ここでね、レイをリンク召喚でまず早手を持ってきます。で早手を持ってくることによってこれね、自分の今こういう盤面があるときにその、まあこのカガリっていうカードで墓地の戦闘魔法を回収できるんですよね。でそうなったときにこの早手でその自分の条件に応じたカードを捨てることによって、カガリでそれを回収して返していくっていうのが戦闘機のよくある動きなんですが、これをね早手で殴ることによって、アフターバーナーを落としていくと。でアフターバーナーさえ落とすことができれば、もちろん墓地にねマジックカードが3枚今ない状態になっていたので、まあそのウィドアンカで奪えないとかなった時にこのアフターバーナーを落とすのは結構強いですよね。さあアフターバーナーを使うことによってバロネスを破壊していく。そしてターンシーロジの効果を使うために雫に変えていくと。まあ雫はねこのターンシーロジ効果が強いのでこれをうまく活かしていくと。いやでしかもマルチロール効果によってアフターバーナーが戻って、さらに雫の効果によってエンゲージが戻っていく。本当に完璧なんですね。本当に強いね。まあしかもこのイーグルブースターがあるので、なんか雫を破壊するみたいな効果をイーグルブースターで守るとかできる。でイーグルブースター使えばこのマルチロール効果が発動してまた戦闘魔法をねセッティングできるので、この無限のなんやろな、この無限に伏せカードが展開されるからなかなかハンドが減らずにこう耐久できるっていうのは戦闘機の強いから、まあこれでも相手ね、増殖する G 打たれた時点でリタイアしたんですが、まあ状況に応じてねこうやっていくっていうのはすごい楽しいですね。はい、めちゃくちゃ強いです。はい、まあ転移の構築もね、ここなんか転移勇者とか流行ってくる構築に流行ってくると思うんですが、でもねこの戦闘での構築めちゃくちゃ強いです。はい、はい、ということで今回はプラチナ隊で99連勝を達成した今最も強いとね話題になっている戦闘機の最終構築、今環境の中でも一番強いと言われている超無敵構築、こちらの最新型の構築をご紹介したんですが、まあ、最後にデッキの召喚をね、紹介して、終わりたいなと思うんですが、まあ、パラパラとね、見ていきたいなと思うんですが、まあ、このデッキをね、使ってみてやっぱり思ったことっていうのは、まあ、戦闘機のま、いいところって、この手札誘発のカードがすごい多いよね。他のデッキに比べてこの、エフェクトベーラーであったり、増殖する G、それからハルウララ、そして屋敷わらしまで入れちゃうと。で、さらにこの、無限包容、それから禁じられた人しずく、こういうなんやろな誘発カードがめちゃくちゃ多いよ。なので相手がどんだけ展開してきてもその先行取られても後攻でもまくり返すことができる。よくその後手型戦闘機って言われるんやけど、後攻取っても全然戦闘機って強いよね。相手の先行ムーブをねうららとかでこう増じとかで止めながら後攻でも勝てるし、もちろん先行のムーブであれば戦闘機レイから展開してしずくを持ってきてエンゲージをサーチングするであったり、非常にね手堅い構築なんよね。あ、めちゃくちゃ強いです。で、戦闘機の構築は、まあ、2週間ぶりの投稿になって、まあ、デッキの構築はね、ちょっとエクストラをね、変えただけね、まあ、前回と違いというのはそれだけになるんですが、まあ、リンクリボーをね、採用するのか、このサクリファイスアニマを採用するのかっていうのが、結構議論されてるんよ。で、戦闘機の中で、まあ、これ2つのパターンに分かれるのね。で、サクリファイスアニマって、そのトークン以外のレベル1のモンスターっていうね、リンク素材なんですが、リンクリボーは、そのレベル1のトークンでもいけるんですが、そこの違いがあるんですよね。だからその、まあ、何が違うかっていうと、このホーネットビットっていうのはトークンカードのレベル1カードなんですよ。で、サクリファイスアニマはこのホーネットビートに、リンク召喚できないんですよね。で、これがちょっと難しいところなんよ。エフェクトベーラーにしかね、そのリンク元にならないっていうのが、まあ、サクリファイスアニマの難しいところなんですけど、ただね、その状況に応じてエフェクトベーラーを展開して相手のカードを奪う。まあ、純粋なその、なんやろ、この、ウィドウアンカーみたいなことができちゃうっていうのがかなり面白いですよね。まあ結構ね、サクリファイスアニマ採用するのが上級者、今結構その上位層の構築の中で流行っていて、まあ今後その戦闘機がね、出てくるにあたってすごいこのサクリファイスアニマ、まあサクリファイスアニマって結構その汎用カードやから、まあ戦闘機だけではなくいろんな構築に入ると思うんですが、まあぜひね、このサクリファイスアニマをね、採用するのを検討ね、してみるのもいいのかなと思います。まあ戦闘機の構築はね、ほとんどね、
もうなんかその形が決まっているので、まあ、新カードが出ない限りは、こう、大まかに変更されるということは今後ないと思うんですが、非常に形がこう、綺麗に今収まっているので、まあ、すごい個人的にもね、満足している構築なんですが、ただ UR の枚数が多かったりね、かなりその無課金の方が一から作るには難しい構築だと思うんですが、ただまあ、やっぱね、こう、使ってみて楽しい。めちゃくちゃ楽しいし、まあ、その少ないハンドから、大量にこの、まあ、特にこのマルチロール効果ね、マルチロール効果が一番戦闘機で難しいよ。マルチロール効果さえ理解してしまえば、かなりガンガン回せるので、まあ、もう禁止カード墓地から何枚でも回収できるからね。で、それを複製しながらやっていくんで、マジで強いです。うん。まあ、あとはもうね、プレイングを重ねるだけだと思うんですが、まあ、UR の枚数がね、ちょっときついっていうのあるんですが、かなり強いですね。はい。ということで、今回ね、まあ、楽しみにしていた方が、どれぐらいいるかはわからないんですが、ちょっと久しぶりにね、なって、まあ、コメント欄でもちらほら、なんかその戦闘機の構築が見たいっていう人が、まあ、3人ぐらいかな、4日前か3日前ぐらいの動画で結構溢れていたので、まあ、ちょっと、リスナーさんの、要望に応えたみたいな感じで、まあ、最新型の戦闘機上げてみたんですが、まあ、コメント欄もね、結構よく自分見ているので、まあ、こういう構築が見たいとかね、そういう意見があれば、あとコメントしてもらえればね、まあ、随時、面白そうだなと思ったのからね、紹介していこうと思うので、よろしくお願いしますということで、今回もですね、ちょっと長くなってしまったんですけども、今回はこの辺で終わりにしたいなと思います。いやでも久しぶりに戦闘機使ったらめちゃくちゃね、楽しかったです。ということで今回は、プラチナ隊でね、またもや99連勝を達成した戦闘機のね、構築をね、使ったんですけども、この動画がね、参考になったとか、面白いなと思った方はですね、チャンネル登録と、あと高評価ね、よかったらお願いします。ということで、またね、次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは、失礼します。